アルバート・レナード・ローゼンは、アメリカ合衆国、サウスカロライナ州、スパータンバーグ出身の野球選手。三塁手、右投右打ち。1942年シーズン前に、クリーブランド・インディアンスと契約し、1947年9月10日、メジャーデビュー。翌1948年、チームはワールドチャンピオンとなり、ローゼンは代打として1試合に出場。1950年に155試合に出場し、打率 287.37 本塁打、116打点を記録。本塁打数はリーグ最多、1987年にマーク・マグワイアが49本塁打を記録するまでの間、リーグ新人最多記録だった。1953年、リーグ最多となる43本塁打、145打点、115得点、長打率、.613 を記録し、打率はミッキー・バーノンに一輪差で敗れ、三冠王を逃した。MVP の投票では満票で選出された。1954年は打率、300.24 本塁打、102打点を記録。チームは6年ぶりにワールドシリーズへ進出したが、4連敗でニューヨークジャイアンツに敗れた。1956年シーズン終了後、現役を引退。現役引退後、経営者として MLB に復帰。球団社長やゼネラルマネージャーとして、ニューヨークヤンキース、ヒューストンアストロズ、サンフランシスコジャイアンツで歴任。2015年3月13日死去。91歳没。ありがとうございます。